どうもブス島です。ファイヤーファイター FD18 続きをやっていきたいと思います。船の中ですね、3-3でございます。いやーもうね、前回とかもなんか死にまくってもう大変でございました。火の手を食い止めてくれと。いやー船の中とか密閉空間は辛いですね。さあ行きましょう。早速なんか目の前にあるけど、とりあえずおそこドアがある。うわ赤い火じゃねえかよ。もう早速もう、うわなんだなんだこんな、ほら鍵がかかっている、フッって感じですね。もう、まあ、とりあえずどんどん行きましょう。うわなんか火すごい燃え広がってるな、嫌だね。おおなんだよ、おおダクトもこれかよ。うわなんか嫌な感じのドラム缶とかもすげえし、なんかもう火の粉飛んでるし爆発してるし、もうなんだよもう、うわーじゃねえよ、もううわわわわわわわなんだよこれ本当に、もうたまんねえなおい。よいしょよいしょよいしょ、いや早く、うわバックドラフトかこれ、よいしょ。おーもうバックドラフトはねもう大丈夫ですよ私。でもバックドラフトあると空気がなくなるから、やっぱり一気に火がないですね。いいことですよ。怖いですね、それは。よいしょ。うわ。これもあれなのかな、インパルス使った方がいいのかな、どうなんだろう。なんか全然、あれなんですよね。うわー、あー、やべ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 。うわー、あー。なんか、あーとか、そんなことばっかですね、最近言ってんのに。煙で目が、はいはい、じゃあどんどん行きますよ。で他にもなんかね、ここも扉あるんですが、バックドラフトだろこれも。もう分かりやすくていいですね、もうこういうのは大好きですよ。分かりやすいっていうことはいいこと。あなんか落ちてる、なんだなんかカバン、紳士カバン、なんか女性もののカバンに見えたけどな。聞こえるかに、はい聞こえてますよ。人数が分かったと、うん、うわ真っ暗、4人 OK。 これ絶対なんかやべえ感じのドラム缶だろこれ。ちょっと時間とかの勝負になってきそうなんで、インパルス行きましょう。一気に消しちゃいましょう。なんかあんのかな、あれこっちは行けねえのか、しょうがない。ほらなんか絶対なんかこういうところ、ほらやっぱりあったよ。なんだこんなノート PC 紛失物。いやーなんだよ、もう片しておけっつの、こんな段ボールとかもこんな、もうねあのなんだよもう、ヤクザキック使えばええのに、もうこんな、うえーみたいな、うえーみたいな感じでね、やればいいんですけどね、もうそうもいかないと。さあ、行きま、あ、なんだよ、まだ燃える。あ、こういうところではインパルスいいんじゃないですか、こう一気に、ほら。おおなんかもう崩れてる、崩れてる、崩れてる。ほら、わあインパルスすげえな。天井には当たりませんよ、もう。と言って結構当たるんですけどね。ほら、ほら、うわー、まだなんかあるよ。これ絶対あれだろう。うわ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 、とちょっとと。なんだよもう。こんな缶とかふざけやがって。もう何なんだよあれ。うわ電気か今度は。よいしょよいしょ。もう電磁砲じゃないんだから、ミサカか。もう大丈夫か、まあ、恒例の。大丈夫か、はい、行きましょう。生きてる。俺、生きてるよな。おお、もちろんだと思う。おお、なんだこれ。あ、インパルスのあれか。よし、行きましょう。扉を開けて、ドーン。さあ、行きますよ。おい、なんか今、崩れた音しなかったが、ここインパルスだな。おりゃうわぁ、うわぁ、鉄骨かよ。こんなもんに当たったたま、うわなんだよ。おぉ、
なんなんだよ本当にもう。ああ斧じゃねえ、斧じゃねえ。なんか落ちてるかな。あ、おうおうおう、リポD発見。よいしょよいしょよいしょ。わうえうえ、あ、うえまでいかない。また今度細い路地から。うわなんか嫌な感じの。うわなんだよこれ、爆発すんのかよもう。なんなんだよここはもう。なんか火また向かってくるし、もうな、もう嫌だな。これまだ3の3の最初だっけこれ。もう先思いやられんな。ブス島弱音ばかり入ってるわけではございませんが、なかなかね辛い感じではございますね。さあ行きましょう、どんどん扉を開けて。まだ燃えてるし、あ、燃えてるしって、まあ火事のゲームだからまあ燃えるのは当然だわな。よいしょ、はいはいはい。うわなんか嫌な感じのスプレー感これ。そこか、はいはいはい、今行きますよ。ちょっと待っててください、待ってくだされよ。うわなんか飛んできたし。ほんと嫌になってくるわ。はいはい、大丈夫ですか。どうなってんだ、説明してくれ。ここ今火事になってまして、あ、鍵か。今火事になってましてね、まあ皆さん今避難してもらってるところでございますよ。まあ、インパルスにしとこう。インパルス強いなこれ。貯めなきゃいけないとか辛いけど、あ、ここがさっきの鍵のところか。はいはい、今行きますよ。おっしゃ、インパルス。大丈夫か、煙で喉が、目も見えない。はい、結構あっさりクリアできましたね。それでも6分かかってんのが、まあまあまあそれはしょうがないとして、行きましょう次のステージです。やっぱり男は黙って放置ですよ。あー、なんか右見てなかったね。なんかあんのかな。よいしょ、どれどれ。あ、こっちが、あーなんだよ、檻かよ。なんか爆発した音したな。こういう細い路じゃやっぱりね、インパルスでこうバッてやると気持ちいいですね。一気に消えて、いや、こういうのもいいですね。あ、あ、うん？なんか行けるところあったな、今。隣とか、この辺行けるんだな、やっぱ。来ましたぞ、ブス島が。インパルス！インパルスいいわ。一気に道で、モーゼみたいっすね、こうなると。あんまりでも余裕かましてるとね、絶対ね、後でね、なんか大変なことになるんですよ。お、なんかある。お、なんかあるぞ、なんだ？爆発しねえかこれ、大丈夫か。なんかね、この手のところって爆発するイメージがあってね、前もなんかやられてたんでね。そっか、もうよし、とり、あ、火強くなってるな。ちょっと消火しとこうか。こっち側もなんかね、とアパックトラフトか、なんかね煙が見えたんですよ今橋本。おお、バックドラフトがあると。うん、なんかあー、燃えた燃えた燃えた。なんかあるかな。なんかねえか。テレビ、あ、ブラウン管テレビとか懐かしいです。この裏とかなんかないの。なんもねえな。来て損したぜ。よし、まあとりあえず、よし、こんなもんにして。今バックドラフトの中で火出てなかったのこれ。完全鎮火ですよ。ここでね、でも余裕かましなんかやってるとね、絶対後で死ぬんだよな。なんか生存者とか俺が。よいしょ。ああ、こっちか。あ、斧でよかったんじゃん。斧がこっちか。ああ、なんかいまいちまだね分かんなくて、ね、なんか嫌な感じだな。おいおいおい、なんだよこれ。おいおい、ちょっと待て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 。おいおい、インパルスだよこれ。もう完全インパルスでいくぜ。もうインパークス、おれ。よいしょよいしょ、はいはいはい。なんかああいう風にいきなりドバーとか来るとやっぱびっくりしますね。もう何なんだよここ本当に。もうどっち、こっちの扉、これバックドラフトでもねえよな。あー、熱い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 。ああもうなん、なんか火すげえな。入った瞬間火とかずるくね。よし、とりあえずある程度。
あ、ここ開かねえ扉か、これ。よいしょ。よいしょ。はいはい、今行きますぞ。お待ちくだされ。もう。なんか爆発してる音するし。あ、こっちか。おいおいおい、なんかいろんなコンボじゃねえか。うわわわわ。おー、インパース。あー、インパルスで効かねえよ、一発じゃ。もう一発。インパース。あれ、消えない。あ、消えた消えた。あー、危ない危ない。よいしょ。これで消えた。よいしょ、しゃがんでいって。いやー、怖いなー。やべ、生存者の体力やべえじゃん、これ。こういうね、通路怖いんすよ。見えねえし。しかも。なんか崩れてるよな、これ。絶対。ほらほらほら、真ん中だけ行ってやる、こういうところ。なんかこの通路は真ん中歩いてりゃ、なんかね、大丈夫そうなんでいいですけど。なんかこう、うわ、なんかあるよ。これ絶対やべえやつじゃん。あ、もうねえじゃん、インパルス。タンクタンク、よし。おー、インパルス。あれ、うわわわ、おいおい、気をつけるけどよ。おら、もうこれもう足引きずってる状態じゃないですか。もうブース島はね、そうそうやられません、まだ。ほら、くっそ爆発ばっかしやがって、本当にもう。うわ、またなんか嫌なやついるし。うわうわ、違う違う、ほら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 、来た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 、なんなんだよ。ちょっと待て待てよ、おい、落ち着け、ひ少し。もうあそこのやつとか、もう落ち着くのは俺だってな。あ、なんか回復薬あるし、よしよしよし、回復あるけど、なんか取れるかな、大丈夫かな。あの空き缶っつうかね、なんかね、あのタンクがね、転がってきたりするからね、怖いんですよ結構。これなんかぶつかるだけで死ぬんじゃないか、これ。なんかここ落ちてきそうだし、ちょっと回復すっか一回。なんかあるかな。よし、リポディだけ飲んどこ一本。これだったら、よし。ほらほらほらね、なんか天井絶対崩れって思ったんだよ今。あ、バックドラフトだ。いやー、すげえ変な声出しちゃった、すみません。なんかね、見てませんでした。と、ふう、なんか悪夢を見たぜ。というわけで、やっていきたいと思います。ほら、悪夢を見たぜじゃねえよな、もう、ほんと、もう、お前が悪夢じゃん。バックドラフトをまともに食らう男、何がバックドラフトブス島だよ、もう、ほんとに、もうね。なんかそんなこと言ってましたね、前にね。もうなんか覚えたから、もう2回目だったらもうなんとなく容量を覚えてるんで。あー、危ねえ危ねえ危ねえ、すいません。なんかちょっとさっきあの機体でブブブブブみたいなことをやってしまいまして、もう申し訳なかったでございますが、よいしょ。なんかね、びっくりするとね、なんかね、自分でもね、わけわかんなくなるんですよ。ダメですね、もう気をつけないと、実況してるんだったら気をつけろと。あー、また来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 た、何なんだよこの、このフレアみたいなやつ。フレア、フレアなのかな。うすじまはもうビビらずに行きます。もうごめんなさい、嘘です、ビビってます。よいしょ、じゃあどんどん行きましょう。もう一回ね、これでも死にゲーだよな、ほとんどな。もう、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい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 。ほら、拡散でガードをしながらこう消すと。うわ、もう電気バリバリとかね、もうこういうのとか、もう、まあ、震災っていうか、まあ、こういう状態だから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。
見えないけど、まあ進みますよ、もう。で、ここがまた、ここもな、なんだか爆発すんだよね、これ。なんか恐ろしいことに、もうこうやって火つくの、こうやっときゃいい。ほら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 、うわ、火でもこれでもダメなんだ。爆発は離れましょう、ちゃんとね。こういうところこそインパルスなのかな、やっぱな。一気に消せるから楽なんですけどね、制限があるのがあれですね、弾数に。やっぱりこっちは無制限なんでいいんですけどね。これは個人的にはね、インパルスも好きですけど、あのこのホースのこれが好きですね。結構頼むから爆発しねえでくれよって感じだよな。ほらまた爆発したし、もう離れてよ、もう。怖い怖い怖い。よいしょ。今回はね、割と生存者の体力もある方なんで、まあ落ち着いていけばいいかな。さっきみたいにバックドラフトとかね、巻き込まれるとあれかもしれませんけど、もうこの缶もな、もう勘弁し、うわ、ほらほらほら、爆発してる爆発してるよ、もう。ほら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 、なんかすごいな、もう。火災現場みてえじゃん。あ、火災現場だ、これ。火災現場みたいじゃん。火災現場ですよ、これ。あそこの火ももう危ないな、本当にもう。ほら、こっちも消して。いやー、そしてこっち側になんか回復アイテム確かね、ありました。絶対あれ、あれでしょ、爆発するでしょ、あの缶近づいたら。ほら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 、来た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 、危ない危ない、こう、ほら、こう、なんなんだ、もう本当にもう、うわー、なんかまた爆発してるし、もう。だからちょっと落ち着けっつうの、もう。ああ、そう、さっきの死んだのはここですよ。ほら、バックドラフトですよ、これ。うわぁ、もう大丈夫ですよ。もう一回聞けばね、何がいくじゃん。あ、入った瞬間いいかよ。ん、なんか落ちてる。あ、消火器だ。よし、消火器と、なんだこりゃ。財布。はいはい、よし、とりあえず、サバイバーの方に行きましょう。うわ、またなんか嫌な感じの通路だな、これ。爆発に、うわ、ちょっと待て、これ絶対やべえやつだろ、これ。おいおい、ちょっと待って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 、急げ、危ないな。ほら、もう、うわ、大丈夫、大丈夫じゃねえよ。うわ、え、何あのネズミ花火。ちょっと待てよ、わけわかんねえんだけども。回復しよう、もう。ちょっと何このネズミ花火みたいな、これ。見えねえし、しかも。うわ、ほら来た。うわ、もう何なんだよ、もう本当に、もう。うわ、もうホース持ってねえ、まだ。もう、どこどこ、なんか火花飛んでるな。どこだ、 あれか。もう火花が、うわー、もう待て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 、おい、あー、でもさっき回復しといてよかった、少し。よいしょ、インパルス、よし、これでいいや。うわ、お、大丈夫か、生存者。よく頑張ってたな、おめえ。いや、なんかあんのかな、アイテムとか。なんかこのゲームね、結構変なところにアイテムあったりするんでね、ちょっと一応消せるとき消しておきましょう。よいしょよいしょ。完全に鎮火すりゃ、とりあえずは。ほら、こういうね、なんか怪しそうなものとか。まだね、何にもねえかい。よし、あとこ、あ、こっち入ってきたところか。よし、おお、大丈夫かー、大丈夫ですか。うー、冷たーい。ゆー、はい、行きましょう。大丈夫ですか。まあ、てんてんてんになっちゃいますよ、あんなことされれば。ふう、クリアですね。意外と長かったですね。2人だけだって。1人か、救出。それでも長かったですね、随分。
まあ、コンティニューしちゃいましたけど、バックドラフトのせいでね。はい、じゃあ次行きましょう。こっち側も燃えてるけど、こっち側も入れんのかな。うわ、なんだよ、もう火全然消えねえじゃん。どっちから行ったらいいんだろう。まあ一応救助車は向こう出てますけど、とりあえずここ入ってみよう。あ、鍵がかかってる、鍵かかってる。どうも、ね、じゃあ行きましょう、こっちから。あ、2人同時か、今回は。なんかね、A と B って言いますから。まあ、あと火を消すって、いや、消しますけど、うん、火を消すのは分かっちゃいるけど、わあ、もう爆発してるし、まあ、体力はそんなに、向こうも大変そうではなさそうだな。はいはいはい、ちょっと壁の方も、ちょっとどんどん消していきましょう。これこそインパルス使うか。こういうね、細長い通路とかだったらインパルスの方が絶対ね、さっきもお話しましたけど、いいかもしれないですね。で、絶対また爆発するんだろ、これ。ほら、もう分かってんですよ、もう。はいはい、いきますよ。あ、まだか。はいはいはい、危ない危ない、ちょっという悪夢を見ました。はい、戻ってまいりました。もうね、何度目かわからないコンティニューでございます。多分編集してると思いますただね、すっげえここ難しいっすね、このステージ。もうわっきょうわかんなくなってます今。うん、要救助の、あの、まずね、地図がよく分かってないんですよ、ここ。なんとかもう一人のところまでは行けそうな感じなんですけどね。よいしょ。とにかく火の猛攻がすごくって、もうどうしようもないですね。よいしょ。よいしょ。しかし、ブス島はそんなことでは、こう、くたばりませんのでね、頑張っていきたいと思います。そう、火をちょっとでも残しておくと、あっという間にこういう風に広がるんですよ。いやー、このね、消防服のことを前なんかで、ね、このゲーム走れねえのかよみたいなこと言ったことあるんですけど、実はブス島ね、この消防服というものを着たことがありまして、言うとですね、いや、これ着てね、これだけの速度で走るってのすごいです、はっきり言って。普通走れないと思いますよ、重すぎて。うん、それくらい重いんですよ。いや、だからね、この消防士さんとかなんかもほんと命がけっすね。いや、 あくまで着たことあるのは日本の消防、あの、消防隊の服ですけど、めちゃくちゃ重いっすよ。しかもそれにタンク背負ってるわけですよね、酸素タンク。いや、すごい体力だな。うん、普通じゃ無理ですね、あれ。うん、いや、なかなかね、よくこれ、やっぱりね、この消防士っていうのはすごいですよ、本当。うん、まあ、消防士に限らずですけどね、こういうレスキューって呼ばれる人たちは本当すごいと思いますよ。うん、いやー、本当にもう命がけの仕事ですよ、これ。はい、よし、これでけだ。よいしょ、よいしょ。はいはい、あー、もう木を手に入れていきましょう。戻りましょう、もうすぐ。はいはい、よいしょ。はいはい、5人、1人を助けたので、ちょっとね、テンション下がってますけどね、ちょっと勘弁してください。さすがにね、疲れてきております、私も。こういうところも、ね、インパルスとかでやっちゃった方がいいのかもしれねえな。いや、こうね、もうあっという間に回復しちゃうんですよ、こいつら、火が。まだ、あー、ダメだ。よいしょ。うわ、
もうね、拡散使ってね、もうガードするしかできないんですよ、ここ。あまりにひどくて、火が。よいしょ。それでもこれだもんな。それ入った瞬間これですからね。よいしょ。はい。よいしょ。はい、はい。いやー、トンネルの頃が懐かしいですね。ほら、もう、自重しない火たちがね、こう、すごい、こう、襲ってくるんですよ。もう、自重してくれと言いたいんですけどね。で、またあそこのコースを入っていかなきゃいけないんですけど、それがまたね、結構過酷なんですよ。もう、よいしょ。よいしょ、これでいい。ああいう OK じゃないよ。はいはい、大丈夫ですか。お、木を手に入れて、よし、じゃあすぐ戻りましょう。よし、これでいい。うわ、ね、これですよ、もう。早く逃げたいな、ここは。よし、これでいいや。よいしょ。もう、これ、つらい。よいしょ。もうとっとと逃げますよ、ここは。よいしょ。よいしょ。もう消火器とか欲しいんだけど。あ、もう。よいしょよいしょ。はい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 。すぐ逃げましょう。よいしょ。よし、これでいいや。いや、これ一回リポディ飲んどいた方がいいかもな。よいしょ。っとっとっと。さあ、行きますよ、どんどん。いやー、ブス島もね、行ったことのない地域がありまして、そこがどうなるかだな。途中まではね、分かってんですよ。何回もやっぱりやり直してますので、私も。分かってはいるんですけど、その先ですね、分かんないところ、どう、がどうなるかだな。よいしょ。ああ、でも不屈のね、あれでやってきますので。よいしょ。いや、やっぱこれリポディ1本飲んどこう。これ飲んどいた方がいいな。あ、これ鍵か。よし、リポディだとあんまり回復しないんですけどね。いや、それでもね、ないよりマシですよ。まあ、今回は生存者も割とスタミナは残ってくれてるので、まあいいんですけど、ほらほらほら、これですよ。あっという間にも船の火災って本当こんな感じなのかな。いやー、すごいな。これ火一応ちゃんと消しとかないとあれですからね。よいしょ。よし、クリア。さあ、ここの先がどうなってんだっけな。これか。ここはね、大したことねえからいいんですよ。よいしょ。この先が段ボールの家ですよ。ほら。ここの段ボールのところもね、結構大概にしろってくらいで火出るんですよ。ほら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 。ね。これがまあ、消えねえ消えねえ消えねえ、もう。よいしょよいしょ。もうそもそも段ボールをこんな散らかしておくんじゃないっていう感じですけどね。よし、はいはい、いきますよ、どんどん。よいしょ。うわ、よいしょ。ほらね、すぐ火がこういう風に、ね、広がっちゃうんですよ。1個残しておくと火って怖いですね、やっぱり。よいしょ。ああ、3分の1くらい減ったな。よし、じゃあ95セットを手に入れて、この先がですね、もうアクション俳優バリバリのやつですよ。もうこっち側行くんですよ。もう次こっち、はい、そして次こっち、あとまっすぐ、あ、こっちだ。うう、危ない危ない。こんな感じですよ。ここは覚えてんです。結構ここで死んでたんで。よし、それでここが開かないって言ってたところですね。さあ、インパルスの番ですね、こんなのは。ほら、
まあ戻ってくることもねえからいいか。インパース、よし、これでもう一発インパースという感じでやっていきましょう。あとはもうここで、よし、あともう一人ですね。じゃあ行きましょう。いやでもここさっと消しといてよかったですね、これ。いやよかったよかった本当に。こっから入れねえから、どっから入るんだこれ。あ、ここは無理なのか、こっち側か。よいしょ、どっか入り口があるはずなんですよ。あ、たたた、これかな。よいしょ、こっち側、こっち側。バックドラフトなし、 OK。 あ、鍵で入ります。うわー、あ、自重しない日いる。もう自重しない日やだ。お、回復薬あるぞ。よいしょ、よし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 、回復取って、よいしょ、お、よっしゃ、はいはい、来ましたよ。あ、いるいる、ほら、あ、なんかすげえことになってんな。おいおい、マジかよ。大丈夫じゃねえよ、全然。やばくなったらもうすぐ使っちゃおう。もうどこにいる、もう自重しない日、大丈夫か。よいしょ、よっしゃ、ここも消して、もう火の粉のやつ片っ端から消していこう。もうよし、インパース、よし、これで、ああ、火に当たっちゃって自分から。俺生きてる、俺生きてるよな。さあ、あと何人だ、一人かな、あと。ああ、こっちじゃねえ。よっしゃ、行きましょう、こっちか。あ、そこだ、よし、すぐだ、 OK。 うん、とりあえずまあここら辺なんかあるかな、アイテム。よいしょ、いい、よいしょ、何にもないかな。よし、大丈夫そうだ。鍵を使って、よし、こっち、はいはいはい、ヘロプレム来ましたよ。ブス島が来ましたぞ。これで5人目かな。ああ危ねえ危ねえ、大丈夫か、大丈夫か、こんな火の中いて大丈夫か。恒例の放水でも放尿にも見える。おい、はいはい、大丈夫か。ああ、クリアできた、やっとだ。ふう、いやー、ずいぶん、いや、一応コンティニューこんだけやってます。9回コンティニューしました。はい、ちょっとですね、とりあえず、多分動画をね、これ一回編集して、まあ個人的に休憩して、あの、また連撮りするとは思いますけど、一旦ここで動画を切らせていただきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ブス島でございました。失礼いたします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。